エビ男子 110m ハードル準決勝第3組、先ほどご紹介しました8名でスタートです。3組スタートです。7レーンは近藤くん柏崎東、6レーンは大阪くん片山津、リプレイをどうぞ。そして結果です。木幡が上がりました。正式な記録は後ほどお伝えいたします。近藤君柏崎東が15秒14、大阪君片山津が15秒20、柴田君荒牧が15秒61、向かい風 0.8 メートル。正式結果後ほどお伝えいたします。